インフィニティチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。三浦です。島です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、カーボンホイールプレート、これのセッティングの仕方をちょっと聞きたいと思いますので、はい、これフロントに関しては IF18-2 になって形状が変わってて、はい、リアは従来のものと同じという形になると思うんですけど、そうですね。はい、この部品ってどういう使い分けをするの？これリアは意外と分かりやすく、うん、リアを食わしたい、うん、要はパワー入れた時にリアのトラクションを稼ぎたいっていう時は僕はつけてます。リアにつける、はい、で外す時っていうのはリアをちょっと全体的にスライドさせたい。もう例えばこれをつけちゃうことによってグーって食ってるけど最後にリアがこう滑ってしまう、突然唐突に滑ってしまうっていう時は外したりもしますけど、うん、基本的には僕はつけてる方がグリップするっていうふうに、グリップ、はい、うん、はい、フロントも同じことだと考えるでしょ？いや、フロントはこれまたちょっと違いまして、うん、そういうふうにその壁があることで反応が出て、うん、車が動くっていう時と、うん、これ重いの何グラムか重いものがフロントナックにつくっていうことで、うん、その動きが鈍くなるっていう時もある。これはコースによってなんですけど、僕本当いろんなコースに行ってつけたり外したりしてるんですけど、うん、まあ正直つけないと分かんない。つけた時に反応が出ていいっていう時もあるし、まったり動いていいっていう時もあるんです。これはフロントに関してはやっていただきたいっていうのが僕の中で、今日のグリップによって違うっていうのもあるので、うん、そのやっていった試しで、うん、なんていうんですか、覚えておいてもらって、うん、これの状態だったらいいかもっていう時にはめてもらうのが、うん、僕はもう細かい調整でもあるから、ゲームサーキットで、はい、練習時間の時にちょっとつけたり外したりという形で、はい、そうですね。これつけ方で何かポイントとかってあるんですか？フロントはもう、うん、フロントはナットがついてるんですけど、うん、そこぴったりなんで、うん、ちょっとこう当たるかもしれないと思われがちなんですけど、うん、よく見るとちゃんとクリアランスあるので大丈夫だと思います。で、リアに関してはですね、うん、結構きついんですよ、うん、うまくやらないと、この端、まあ、この端がですね、高木のどうやって割れてしまう。僕のですね、うん、ちょっとイレギュラーなんですけど、うん、なんでないんですか？そうなんですよ、うん、前の時に割ってしまったんですよ。で、上だけをつけて走ってたら、よくて、うん、で、これ全部をつけようと思ったら、うん、ちょっとトラクションが、ブリッしすぎる。じゃあこれもセッティングの一つってことね。あれ、逆に僕は副産物だけど、はい、そうなんですよ、はい、下か、うん、後々ここネジ1本ここつけると足すことはできるので、うん、ここだけカットちょっとしてもらって、うん、後で足してもらったり。カットしたの？折ったの？折ったの？折ったの？音は折っちゃったんですけど、うん、でもそこからそういうセッティングもできた。こんなのもできるっていうのが分かって、うん、僕はここを、うん、なので3種類だよね、ある意味。このノーマルの状態と外した状態と、はい、その中間というものがこの状態で作れるよってこと で、はい、で僕はこの状態が、うん、そのちょっと流れるし、トラクションもかかるしっていう感じで、僕は好きでやってます、うん、ね、はい、まあこれ作ろうと思ったらこの部分をこれ折ってもらえば、はい、下で折って角をそう丸めてもらえれば、ね、はい、このミッキーマウスの耳を割ってもらえればいいのかな、はい、これ。いや割ったからって言っても、うん、使えなくなるわけではないので、うんうん、下につけてネジ止めしてもらえればいい。はい、そういう、まあ、これもセッティングの方法ではあると、はい、と思います、はい、うん、まあ、なのでこれさっきとも常に持ってて、はい、ちょっと食わせたいよっていう時のワンポイントのグリップさせるためのポイント、ね、はい、ちなみにサーキット、初めて行ったサーキットでは最初はつけとくのつけとかない？僕は取った状態から始めるんですね。なのでその辺の、ね、基準を持っててもらえば、はい、それは自分の中でセッティングしていく上で分かりやすいかなと思うので、はいはい、ある程度ルール決めをしといて、最初にはつけなしで走りに行って、はい、グリップさせた、あ、食わないなと思ったらまずこれをつけて走るということも、はい、セッティングとして試してみてください、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。